して画面から離れてみてね。うわさんこんにちは。ある時はブライのベーシスト、ある時は気まぐれ作曲家のユーキーです。好きな音楽はメタル、もっと好きな音楽はハードコア。コンパクヨウムよ。ずんだの緑は爽やかな陽気、みんなの太陽になりたいずんちゃんがお届けしますよ。いやー、ヨウムさんにずんちゃん、今日は記念すべき重大な日ってことをご存知ですか？なんなのよ、またあんたの誕生日とか言ったら3枚におろすわよ。ですね、今日のテーマはですね、何なのよ、早く言いなさいよ。今日が何の日か。私は今腹ペコで気が立ってるのよ。いいですね、ずんちゃん、ハンバーグが食べたいです。ちょ、何君ら本気で僕のこと食べようとしてるんですか？はいはい、まああんたのことだから、どうせ誰にも祝ってもらえなかったんでしょ。ドントモーミーマイソウルですね。そんな、まさかどこかのヨウムさんじゃあるまいし。ずんちゃんちゃんと抑えててね、今美味しいもの食べさせてあげるから。ドエルケバブがいいですね。ちょ、ごめんなさいってば、お願いだから食べないで。で、あんたの誕生日だからなんなのよ、何にもあげないわよ。ふふ、17歳の JK に物乞いするほど貧しくはありませんよ。この番組はもしかしたらリッチな人も見てるかもしれないんでね。なので、欲しいものリストを公開します。あんた去年もそれやって何にももらえなかったじゃない。まあ、去年はふざけすぎたんでね。なので、今年はちゃんと実用的なものにしましたよ。なんでしょうかね、マジックハンドとかですか？いえ、僕の欲しいもの製品をまとめた、欲しいものリストです。なかなか洒落てるでしょ、欲しいものだから欲しいものリスト。こんなの送りたくないよって人は、ずんちゃんにファンレターください、キャハ。なんというか、いちいちふざけられるところに尊敬の念すら覚えるわ。てか、早く今日のテーマ言いなさいよ。こんなことばっかりしてるから伸びないんでしょ、この動画。今日のテーマはですね、日本の男性シンガーソングライターの特集をしたいと思います。ああ、でもシンガーソングライターって結局どういう人なのよ。糸井重里さんとかですかね。ずんちゃん、それコピーライターです。まあ講義には、個人で自作自演をする歌手がシンガーソングライターですね。ただ、音楽も足したようなだけあって、シンガーソングライターにもいろんな形式があるんですよ。今回はそれを大きく男性と女性で分けて、男性の方の特徴を紹介していこうかなと。このフェミニズムの時代に、結構攻めた企画ですね。いやいや、ずんちゃんからそんな言葉出るとは思わなかったわ。でもシンガーソングライターって、ギターで弾き語りってイメージしかないわね。まあ、元がそれですからね。ただ今日は予想以上にいろんな音楽が聴けるはずです。それでは始めていきましょう。ユーキーラジオプレゼンツ。東北姉妹が歌う、J-POP の隠れた名曲発掘隊。この放送は、ご覧の提供でお送りします。さて、本日最初に紹介する楽曲は、2020年に発表された、石崎ひゅーいさんの、フラワーズです。石崎ひゅーいって聞いたことあるようなないような。まあ、この人は個人での活動よりも、提供楽曲の方が有名ですからね。一番有名な楽曲は、菅田将暉さんに提供した、さよならエレジーですかね。ああ、その曲なら知ってるわ。それ作った人なのね。ああ、そういえば今年引退しちゃいましたね。巨人の亀井選手。ずんちゃん、それ同じさよならでもさよなら男の方です。よくあんたもずんちゃんのボケがわかるわね。まあ、このフラワーズは、アンダードッグというドラマの主題歌だったんですが、ドラマ自体が劇場版と配信のみで、それに伴ってか楽曲も配信でしか販売されなかったんでね、興行的には少し振るわなかったバックボーンがあります。ふん、まあ、ちょっと敷居が高かったのね。てか、今回は2020年だなんて本当に最近の曲じゃない？珍しいわね。いやー、最初は斉藤和義さんの曲を予定してたんですけどね。キリタンがどうしてもこの曲がやりたいというもんでして。あらそう、キリタンも言うようになったわね。もう、キリちゃんったらわがままなんだから。誰に似たんですかね？いや、あんたの妹でしょうが。それでは、いつもと少し違う、モダンなサウンドのグレンをお楽しみください。フラワーズ。聞こえているなら返事をください。せわしない街のノイズにぼやけていく夢を抱いて、
なんかキリタン目回してるんだけど大丈夫なのかしら。まあ、男性は声帯が大きいんで、女性より音域が広くなりますからね。ただ、言い出しっぺはキリタンなんで、これも試練かと。もう、キリちゃんったら、親の顔が見てみたいです。いやだからあんたの妹でしょうが。さて、楽曲の方ですが、ドミナントコードを効果的に使った構成で、曲調もドラマチックに仕上がっていますね。これは吉田拓郎さんや中島みゆきさんなどが得意とする手法で、そのあたりの影響が色濃いのかなと。ああ、まあ言われてみれば、ちょっとレトロな感じの曲調よね。古き良き伝統って感じですね。まあ、特に弾き語りを元に作曲するシンガーソングライターは、こういったコード進行へのこだわりというのが垣間見えます。ということで、ゆうきーのちょこっと音楽理論コーナー。今回はですね、曲の構成の骨子となるコード進行について解説しちゃいますよ。どんどんパフパフ。はいはい、なるべくて短くわかりやすくね。コードの性質については以前も解説したんですがね、今回はコードの性格について見てみましょうか。ん、性格って何なのよ。豪傑とか頭でっかちとか見えっ張りとかセクシーレディーとかですかね。二人ともドラクエのやりすぎですよ。しかも古いやつ。まあコードの性格というのは大きく分けて、明るいのと暗いのがいるんですよ。簡単なのだと、明るいのが何もつかないメジャーコード、暗いのが小文字の M がつくマイナーコードですね。ああ、まあそれならよく見るからわかるわね。しかしですよ、これ使う場面によって同じコードでも全く違う性格に聞こえることがあるんですね。それを実証するために実際に聞いてみましょうか。まずは C メジャーのコード。うむ、よく聞くやつね。実家のような安心感ですね。続いて C マイナーのコードを流します。まあ、これもよく聞くやつね。メジャーとマイナーの響きの違いはわかりましたかね。メジャーが明るくてマイナーが暗いのね。それではここで、僕が魔法をかけて、メジャーコードを暗く聞こえさせてあげましょう。まず、このコードを聞いてください。あ、これは明るい感じのコードね。じゃあ次は、このコードと C メジャーのコードの順で鳴らします。は、本当に2番目って C メジャーのコードだった？なんか悲劇的に聞こえましたね。そうですよね。同じコードのはずなのに、なぜか性格が違って聞こえる不思議です。これは、最初に鳴らしたのが、A フラットメジャーのコードなんですね。ここで両方のコードの構成音を見てみましょう。C が C、E、G に対して、A フラットが E フラット、A フラット、C です。つまり、A フラットから C に行くと、C の音以外すべて半音下がるということですね。この動きをメロディーとして捉えると、少し落ち込むような流れになるんですよ。さらに A フラットのダイアトニックコードに当てはめると、C のコードは、6度の F マイナーのコードのドミナントモーションとして臨時的に使うことができます。これをうまく活用すれば、コードの特性を活かしつつ、自然にメロディーにも干渉して表情をつけることができますね。今回のフラワーズも、それをうまく活用して、二人ともバイタルが極限まで低下してますね。まあつまり、明るい性格の人も時と場合によって闇を見せるということです。ふん、なんなのそういうことね。じゃあ初めからそう言いなさいよ。ズンちゃんの裏ズンダモードってことですね。全然理解してないような気がするんですが、まあそれでいいです。では、次の曲の紹介といきましょう。続いて紹介する楽曲は、2004年にリリースされたシングル、牧原紀之さんの、優しい歌が歌えないです。あ、この人は結構有名な人ね。そうですね。完全試合も達成しましたし。ズンちゃん、それ同じ牧原でも、巨人の牧原ひろみさんですね。ズンちゃん、ちょっとネタがおっさんすぎるわよ。この頃の牧原さんといえば、スマップに提供した、世界に一つだけの花で一世を風靡したんですが、このシングルの販売は少し古いませんでしたね。ふーん、さっきと同じで提供の方が好調だったのね。しかし牧原さんらしい前向きな両曲ですよ。この曲はズンちゃんの担当です。あ、今日のズンちゃんは中堅のポジションなのね。それでは、ズンちゃんの明るい歌声をお楽しみください。優しい歌が歌えない。
苦しみは前より増えるばかり。
曲でしたね。なんかオアシスみたいで、あれ二人ともどうしたんですか？いや、なんというかその、すごく心をえぐられる歌詞だったわ。ヨウムさんなんてまだいいじゃないですか。僕これ演奏するのにずっと聞いてたんですよ。とりあえずなんか今までの人生、すごく悔いを残してきたような気持ちになったわ。二人とも日頃の行いが悪いんですね。心が綺麗なスンちゃんは、二人に石が投げられちゃいます。えい。まあしかし、人生経験が豊富な牧原さんだからこそ作れる曲でもありますね。内容としては非常に手厳しい次回なんですが、それを柔らかに表現し、明るい曲調で再現できるのはさすがですね。まあ確かに、結構いろんなスキャンダルがあったもんねこの人。ちなみに牧原さんは、今年の10月からまた活動を再開しましたね。今後また多方面での活躍を期待されています。そうですね。また、何これ珍百景で見られるのが楽しみです。スンちゃん、だからそれ巨人の牧原です。それでは、本日最後の曲の紹介なんだけれども、お便り紹介のコーナー。へいへい、私はもう突っ込み入れるのに疲れたわよ。さっさと始めてちょうだい。それでは、前回の放送でコメントを寄せてくれたのは、よっしゃんさんです。また一件しか来なかったー。いやぁ、こうやって毎度コメントをもらえるなんて非常に嬉しいですね。ヨッシャンさん、ありがとうございます。記念品として、プレミアムズンちゃんバッジを進呈します。他の視聴者の皆さんも、どんどんコメントしてどんどんイケミエになりましょう。きっといいことがありますよ。ズンちゃんにファンレターを送ると、次の G1 で3連単が当たりますよ。なんかどんどんうさんくさい方向に進んでいってるわ。それでは、本日最後の楽曲の紹介に行きましょう。本日の鳥の楽曲は、2002年に発表された、坂田治さんの、ママの結婚です。ん？坂田治って聞き覚えあるけど誰だっけ？え、ようちゃん覚えてないんですか？阪神とオリックスで大活躍だったじゃないですか？うんちゃん、それ浜中治ですよ。なんで今日は野球ネタばっかりなのよ。坂田治さんは、お母さんと一緒の7代目歌のお兄さんで、僕の最も尊敬するミュージシャンの一人ですよ。あ、そういや前にもそんなこと言ってたわね。ちなみにこのママの結婚は、みんなの歌でオンエアされた楽曲なんですがね、シングルマザーの応援歌として、当時は少し話題となりましたね。ん？結婚なのにシングルマザーの曲なの？まあそれは聞いてみてのお楽しみです。ちなみに、今日の鳥はタコ姉様ですよ。あら、そうなのね。それでは、タコ姉初のバラードでお別れです。ママの結婚。
何よこれ、むちゃくちゃいい曲じゃない。ほんとタコ姉様と結婚の歌を歌うと重みが違いますね。いやいや、どういう意味よそれ。まあ、本来はネガティブなイメージを持たれやすい再婚がテーマですが、そういった部分をあえて隠さず、家族の絆と娘の心情にスポットを当てた世界観は、まさにオサムお兄さんだからこそできる技ですね。まあ確かに、全然暗いイメージがない曲だったわね。いやしかし、僕も尊敬するオサムお兄さんの曲をカバーできて感無量ですね。あらそう、じゃあ何も思い残すことがないわね。ちゃんと成仏しなさいよ。地獄でもお達者で、アーメン。いやいや、何勝手に殺そうとしてるんですか。さて、本日もあっという間の楽しい時間が過ぎました。どうですかヨウムさん、シンガーソングライターといってもいろんな楽曲があったでしょ。まあそうね、思ったよりも派手な曲が多かったというか。まあ、シンガーソングライターは結構マルチな才能を発揮する人が多いんでね。近年の動向から見ても、バンドよりも活動の範囲が広い界隈ですね。まあ、今思ったけど、ボカロ P とかもシンガーソングライターだもんね。ちなみに僕も今シンガーソングライターとしての活動の域を広げてますからね。今後のグレンの新曲を楽しみにしててください。ズンちゃんの今、絶賛レコーディング中です。あらそう、あんまり変な曲ばっかり作っちゃダメよ。はい、ではチャンネル登録がまだの人はぜひ登録を。ニコニコはフォローやマイリスもよろしくね。いいねや広告もお待ちしてます。それでは皆さん、良い一日を。良い一日を。Have a nice day.